さあということでどうも皆さんこんにちは、おせきです。ということでね、本日もプロスペースリアタイ実況の方やっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。さあということでね、本日、サムネタイトルある通り、杉谷選手を使ってリアタイやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よいしょ。いや元気よくね初球から手を出していったんですけども、いやいい当たりではあったよね、あれいい当たりではあったんだけどレフトフライ。オッケー、よしよしよし、しっかり出塁していただいて、バッサン出塁していただいて、はい、ということでね、なんで今日杉谷選手を使うかというとですね、まあね皆さん、多分分かると思うんですけど、先日ね、杉谷さんが前進されたということで、もう日本ハムをね去るという決断に、なったわけなんですけども、そこでね先日行われた11月5日のちょっと侍ジャパン対、日本ハム、うい、オッケー、内戦、そこで引退試合、あ、引退試合じゃない、前進試合合ってる、これよくわかんないけど、とりあえず最後のね試合だったわけですよ。そこで僕、たまたまなんですけど、普通に見に行きたいなと思って見に行ってて、もうだいぶ前からチケット取ってて見に行けたわけなんですけども、はい、そこでねあまりにもやっぱ感動的すぎたと、いろいろと演出がいろいろと、みんなの演出、そして杉谷選手のやっぱそのプレーの最後だったりとか、泣いてる姿とか胴上げのシーンとか、いやもう本当にね、やべ見逃しすぎてる、そうかなり粋な演出が多くて、よいしょよいしょ、しっかり打って球程をもうしっかり先制していく、3点、よし、これ勝てる、マジでこれマジ勝てるよ。さあ岡本さんね、いや、やった、危ねえ、ツーシームかと思った、よし、センター前、うわ抜けない、ラッキー。そう本当にねすごい、もうなんかもう僕も結構昔から日本ハムファンやってて、杉谷選手ずっと見てきたんで、61番の頃からもう本当にねなんかちょっと涙出そうな感じになっちゃったんですけど、そこでね僕は決めました、杉谷選手を最後リアタイで使いたいと。なんとかね杉谷選手にヒット打っていただいて、たまたまね僕は S ランク覚醒してたんで、ちょっと育成がね本当に前の動画でも言ったんです、マジ。さあということでね、セカンド杉谷選手でございます。でちょっとピッチャーが有原投手なんで、これ1本でもヒット打たれたらもうマジ交代でいいと思う、本当にこの点差をとにかく抑えていきたい、とにかく、よしよしよし、とにかくこの点差を守っていきたい、絶対に何が何でも球程に勝てるチャンス、そうないチャンスということで、まあ、さっきの話の続きなんですけど、たまたまね覚醒しててちょっと育成のあれが追いつかない、変化量マイナス1はきついんで、藤川投手に初回から使っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。そうでちょっとね前の動画でも言った通り、育成がねとにかくきついんですよ、本当チーム事情的に、僕のチーム事情的に育成がとにかくきついんで、もう置いてあった杉谷選手をそのまま使わざるを得なかったんですけど、なんでね調査だったりとか特訓がまだいまいち終わってなかったりとか、10レベルいってなかったりとか、いや、うっそ、ホームランはなし、危ねえ、二塁刺して無理か、やばい、抑えられない、これ本当にやばいやばいやばい、逆襲に合ってるこれ、やばい、マジやばい、そうなんでちょっとね不完全な状態ではあるんですけど、まあそれでもねなんとか杉谷選手最後輝いていただきたい。いやシリーズ 2S ランク出ないかな、やっぱさすがに無理かな、いや本当にね最後だし、そこの補正かけていただいてもいいんですよ、コナミさん、よろしくお願いします。ということで2回の表、やっぱここでね杉谷選手回ってくるんで、なんとしてでも坂本さん出てチャンスで打点をつけてあげたいところまでもある、よいしょ、引っ張り警戒、いやーマジか、杉谷さん行こう、ステータスなんか正直この際関係ないから、マジでヒット打たして、ストレートしっかりいい球、ね、狙って、はい、いやーツーシーム来ないか、
もう藤波さんがマジでむずいんよ、本当に。いや、マジでむずい。はい。いやー、ツーシームかい。ちょっと待って、杉谷さん回なのに、全然杉谷さんが活躍できてないのと、宮廷に勝てそうっていうところで、そっちの今ドキドキが、半端じゃない。よしよ。ナイスボール。で、ここストレート外すよ、一回。一回低めに外して、振らない。さすが振らない。引っ張り警戒して、小さい方です。いや、嘘。センター。よし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 。まず先頭切っていく。さあ、ここでブーマーさん登場ということで、怖いなぁ。これ本当に怖い。本当に怖いよ。すごい緊張してる、今。よーし、ナイスボール。インハイズバッと決めて、高校のツーシーム、やばい。引っ張り警戒してない。引っ張り警戒してないけど、まあ、多分今のヒット。中地さんね。いやー、交代ね。ノリさんね。オッケー。オリックス多めだね。ただ、最新のではない。引っ張り警戒。ツーシーム、インロー。決めていく。ここのストレート、どう？よーし、決まっていく。ここのストレート、これ外れていい。これ外れていいっす。外れていいよー！あー、バカー！バカすぎる！外してくれー、ピッチャー交代だ。ピッチャー交代する？いや、ピッチャー交代は、早くねー。この回は投げき、いやー終わった。マジか。この回投げ切って欲しかった。いやー、やはり宮廷は強かった、本当に。めちゃくちゃ見逃してくれなかったね。完全に継投ミスです、僕は。あそこはやっぱ継投しとくべきだったわ。さあ、切り替えて杉谷選手ヒットを打つことだけを考えます。よろしくお願いします。相手投手は岸投手。ストレート全張り、ストレート全張り、ストレート全張り、よーし、やった！もう、今日一嬉しい。もう最高。いや、杉谷さんが打ってくれた。ライト前、綺麗なライト前打ってくれた。よーし。あとは返すだけだよ、みんな。みんなあとは返すだけ。ホームベース踏ましてあげるだけ。はい。このカーブね。このカーブでかいんだよね。はい。よーし！最高。最高のホームラン。これ。これです。僕がやりたかったのは。いや、めっちゃ嬉しい。いや、今回、杉谷さんが、ヒット打てるまで実は終わらない、やつやろうと思ってて、試合はあれにしても、2試合とかにしても、そっから一人でって、今も一人なんだけど、動画、っていうか、なんていうの？その、杉谷さんだけを切り取って、最後、エンディング前にヒットとかのシーンを乗せて、最悪ね、ヒット打てなかったら、っていう風にしようと思ってたんで、いや、杉谷さんが打ってくれたのマジ嬉しい、本当に。でも、杉谷さん以外みんなホームラン打つっていうね。あ、村上さんもあれか。でも、みんなホームラン打つっていう。まあまあまあ、それはちょっと、どうなの感あるけど、やっぱ杉谷さんが打つとみんな打てるんだよ。そういうこと。やっぱね、杉谷さんはチームに大切だな、かなりね、必要な存在だったってことが、リアタイでも証明されたんで、いや、よかった、本当に。杉谷さんに打っていただいて。マジで。そして、危ねえ。そしてね、引退試合、本当に見に行けてよかった。すごくよかったです。なんか目の前で結構いい席で見れたんですけど、本当にね、だ選手一人一人の、いや、危ねえ、選手一人一人の表情も見れたし、ビッグボスと、やべ、ビッグボスとの、もうあの熱い涙の抱擁、あれもね、しっかり見れたんで、もう本当に良かった。あの試合はマジで、結構見に行けてよかったと、もうかなりの思い出です。はい、本当に見に行けてよかったということでね。まあまあまあ、杉谷選手これからもね、多分テレビとかには出ると思うんで、そちらの方でもね期待したいと思います。よーし、めちゃくちゃ打てるんだか。
なんかめちゃくちゃ打てるんだが。いや、杉谷さん2打席目。よーし。行くぜ。絶対に行く。絶対に打つ。はい。しっかり引き、いやー。しっかり引きつけたけどね。さあ、ということで、この回しっかり抑えて、コールド。コールドを久しぶりに決めたいと思います。よろしくお願いします。さあ、西川さん。よしよしよし。足早すぎなんだよね、マジで。さあ、そして、ここもナックルカブ。ここ高めのナックルカブ。高めのナックルカブ。んー？いやー、イチローさんなら取れてた、今。吉信さんもうまいけど、やっぱイチローさんとの、やっぱちょっと違いが出たね、今ね。同じ球を続けてみると。よーし、完璧。配球を考えていきたい。いや、いやいやいや、よし、オッケー。オッケーということで、久しぶりのコールドゲーム、杉谷さんも打っていただいて、みんな打っていただいてあんで、非常にいい試合だったかなと思います。3試合目いきましょう。さあ、ということでね、2試合目が短かったということで、3試合目頑張っていきたいと思います。なんとか勝ち越しでこの動画を終わらせていきたいと思います。ということで、僕は高校ですね。それで相手が真由美選手。こちらの先発ピッチャーは山本由伸投手で、頑張っていきたいと思います。いや、ツーシーム、あ、いやー、ツーシーム投げちゃった。危ない危ない。相手4割台の猛者なんで、ツーシームの投げ方にはマジで気をつけていきたい。打率高い人って基本的、そう、ツーシームとかはちょっともう本当説得力ないんだけど、ツーシームとか相手めっちゃ打つんで、ツーシーム以外でなんとか配球していきたいという考えではあったんですけども、まあまあまあ、まだ1点なんでね。まだ1点なんで全然 OK。打ち返せます。っていうか打ち返します。さっきコールド、杉谷さん。杉谷さんの横飛び。これ取ってたらマジでサムネ確定だったね、今の。さあ、シュートで一旦逃げて、スプリット。やっぱボール球先行になっちゃうよね、これね。相手がめちゃくちゃ打つともなると。ここのスライダーどう？いやー、引っ張ってる、怖い。かなり捉えてる。しっかり引っ張り警戒していただいて。ここのツーシームどう？引っ張っちゃうでしょ。おー、振り遅れていく。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ここの D カーブどうさばく？ファールで逃げていく。どうしよう、スプリット。だな、スプリット、ここベストピッチ、ナイス。よーし、ファールで逃げていく。どうしよう、何狙ってっかな。ツーシームで一旦逃げるわ。一旦逃げて、よーし、ナイスキャッチ。いや、このストライク入るシリーズマジ勘弁してほしいな。本当に本当に勘弁してほしい。スライダー、守備位置変えてない。危ね。よーし、オッケー、オッケー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 。1失点全然 OK。 これ相手阪神純正だね、これ。かなり猛者、かなりの猛者感がうかがえる。さあ、相手もムービングファムービングファスト、ちょっと待って、知らん、ムービングファスト知らん。さあ、ただ同じ覚醒選手同士、全然杉谷選手勝てる。そして杉谷さんの、両打ちが見られたところで、さあ、いいよいいよ、しょうがない、しょうがない、しょうがない、全然しょうがない、全然攻めません、杉谷選手のことは。さあさあさあ、もうここはね、バースさんとか他のチームメイトが借りを返していくしかない。杉谷さんの分まで打ち込んでいくしかない。いや、系統早いね、めちゃくちゃ系統早いわ。速攻ピッチャー変えてきましたと。ストレート見逃していく、しっかり見逃していく。いいよ、見えてる、変化量見えてます。オッケー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 。はい、どう、ポーテンヒット、よーし、オッケー。さあ、村上さんもね、僕のまあ見に行った試合でしっかりね、でっかいホームランを打ってたんで、まあすごいね、日本ハムファンとしては複雑な気持ちではあったんですけど、鈴木健也さん、わかるかな、みんなね、日本ハムファンの方はわかると思うんですけど、アンダースローっぽい鈴木健也投手の球をね、
しっかりライトスタンドぶっ刺してたんで、いや村上さんのやっぱホームランもね見れてよかった、本当に見れてよかった。トリプルプレーも見れたし、目の前で牧さんめっちゃスライディングして取ってたし、マジプロのプレーだったあれは本当に。さあということでワンアウト満塁、はい、しっかり流して、うわーこれをホームランにできないか、うわーめっちゃ悔しい。よーし、落ち着いてるよ、全然落ち着いてる。いやー悔しいけどね、いいよ、落ち着いてる。さあ2-3、さあどうする、誰に変える、3人目で藤川球児、やばい、やばすぎる、これやばいことになった、相手マジで本気だわ。よーし、フォアボール、同点。さあ岡本さんね、うわちょっと待って、いや今のボール球はラッキー、今のはストライク取られてもおかしくなかったよ本当に。はい、よーし、狙ってます、ありがとうございます。よーし3-1、オッケー、阪神純正に勝つよ、絶対に勝ちたい。さあまだワンアウト、よし、どう、いい当たりだけどね、しっかり犠牲フライで1点もぎ取って3点差でかい。さあそして今日ライトに入っている吉野部さん、ワンエラーついてるかね、ワンエラー、あれヒットだったかな、あちょっと待って、やった、喋りすぎ。さあということでラスト2イニング目、ここしっかりと抑えて勝ちをつなげていきたいところ。1点取られたらさすがにピッチャー交代でいきます、本当に怖いんで、非常に怖いんで、相手も阪神純正のガチなんで、ガチガチのガチなんで、スライダー入れてナイスボール、ここのストレート、よーしナイスボール、引っ張り警戒するよ、ちゃんとね、ちゃんと引っ張り警戒して、ツーシームで一旦外して振らない、全然振らない、 D カーブどう、振っちゃうんじゃない、ショートゴロ、振らない、ツーシームどう、いやー嘘ー、ピッチャー交代。さあ宮西さんでございます、相手も、バッター変えてきて、糸井さんですね、今年引退してしまった糸井選手、いやちょっと待って、本当に勘弁してマジで、ちょっとどうすればいいこれマジで、え、嘘、どうすればいいんこれマジで、宮西さん得意タイプもしかして、よし、いやランナー進んでんだよねマジで怖え、本当に怖いよこれ、いやどうするこれ。さあ代打出してきた大山さん、いやタイピン消しに来てるわこれ、どうする、タイピン消えない、うちの宮西直樹は、タイピンが消えないことで有名です、すいません申し訳ないけどタイピンは絶対消えません、ランナーが2塁か3塁にいるときは。いや見てくるね、めちゃめちゃ見てくるわ、どうしよう、うわちょっと待って、ストライク入んない、どうしようストライク入んないっす、助けてください、よし、やべ何投げればいいんだ、投げる球ないって、ベストピッチ、よし前進守備、あー同点、いやもうこうなったら同点で抑えるしかないよ、絶対に分かってるよね、同点で抑えようね、頼むよマジ頼む、本当に頼むよ、よしレフトショート、よーし OK、 さよなら決めます、なんなら杉谷さんがさよなら決めます、よろしくお願いします。まあ、正直最後やっぱ杉谷さんに回したいなっていうことで、まあ追いつかれたっていう部分もあるんで、正直入ってんのねそれ、まあ気楽に、全然気楽に、戦っていいと思うんで、はい、いや入ってんのね、いやースプリットかと思った、ツーシームか、さ杉谷さん本日の主役、杉谷さん。いいよ、見えてる。ナイス、センキュー。
なるほど。いいよ。はい。いやー、落ちないなー、全然。待って、ツーアウト。延長戦やだ。延長戦やだ。なんとか、なんとかポテンヒット。なんとかポテンヒットつないで。ギータさん。長打警戒。いやー、さすがにピッチャー交代してくんない。あー、やばい。完全に振り遅れてる。ストレート待って、ストレート。ストレート待って。ボール球は絶対打ちません。よし、いいよ。完全に見えてる。ツーシームほぼ変化しない。いやー、ここでピッチャー交代です。伊藤投手ね。たまーに、リアタイで見かける伊藤投手。ツーシーム持ち、知ってます。三塁はいけない。よしよしよし。オッケーオッケーオッケー。いいよ。待って、これさ。いや、でもツーアウトなんだよな。ツーアウトだけど、ちょっとダイソー出しとくわ。ダイソー出しとく。DH だから。ダイソー出しとくわ。一振りで、やっぱ日本ハムの選手が帰ってくることが大事だと思う。マジで闘志溢れる一打。本当に。放つから。見ててほしい、村上さん。引っ張り警戒ね。はい！帰ってこないよね。さすがにこれじゃ帰ってこれないね。さすがに。さすがに帰ってこない。オッケーオッケー。さあ、満塁だよ、山内さん。行こう！絶対勝てる！いいよ、落ち着いて落ち着いて。もう杉谷さんの回なのに全然杉谷さんがあれなんだけど。うわ、オッケー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 。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。今の球は難しい。うわー、マジか、今の球は打てた。さすがに2球連続が打てる、それ。嘘！低電力モード。嘘ー。入ってんの、それ。マジで？怖えーなー、これ、宮西さん続投。めっちゃ怖い、ほんとに。待って、これも引っ張り警戒して、1点は取られてもしょうがないスタンスで行くしかないと思うんだよね。バスさんだし、タイピン出てないし。オッケー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 。ファールなら、全然打っていただいて構わない。シンカー。センター？いいよ、シンじゃない？オッケー、ランナー済ませない。素晴らしい。いい働きしてる。さあ、タイピンチ。出ました、タイピンチ。さあ、ボテボテ。ボテボテ、ボテボテじゃない、ちょっと待ってー。マジかー。ワンアウト二三塁。タイピン出ない。スタミナもまずい。いやー、これはやばい。本当にやばい。本当にまずいです。ストライク取って。いやー、マジで、何投げればいいのこれ。これ何投げればいいの本当にわかんないって。シンカーも絶対振ってくれないね、今のはね。今のは振ってくれません。いやー、何投げればいいか分からん。いや、嘘！アップね、怖え。これ、さすがに交代だな。これ、さすがに交代だわ。いや、うわー、嘘、終わった。マジか、ここで3点取られるか。やばい。マジでやばい。勝てないかもしれない。これすっげえ今日の動画長くなってるでしょ、多分。わかんないけど。ナックルか。いや、待って嘘嘘でしょ？うわぁ、嘘だ、そんなの。マジかぁ。やたいです、これ。あ、さすがに違うよね。待って、やめて。やめて。よしよしよし。に、スプリット投げます。嘘。うえぇー！もうこれ以上やめて。いやー、もうきつい。もう、僕のメンタルはボロボロです。ごめんなさい、本当に。いや、嘘ー。いやー、ピッチャー交代してみるわ。もう、これきついわ、本当に。マジで。カットボール。で、スライダー。よし、オッケー。7点取られてんだけど。7点取れっつーの、こっから。マジで？とんでもすぎるな、それは。いやー、ただいけるとこまでマジで頑張りたい。ほんとに。
諦めません。いやーそれ入ってんのビタビタすぎるって。よし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 、さあジョージムさん行こう。よーし見えてるよ、見えてる見えてる。相手も純正だからピッチャーはもう藤川さん使ってるしきついと思うよ。相手のベンチ事情もね、ベンチ事情も考慮すると相当ね、相手も僕も結構厳しかったけど相手も絶対厳しいはずなんだよね。さあピッチャー変えてくる、ガンケル投手。ちょっと待って、初対決だな。ちょっと待って、よいしょ。いやーここでのワンアウト、ワンアウトじゃない、しっかりヒットになっていく。さあ3点差だよ、3点差だよ。本当に追いつくかもしれない。ツーシーム持ってない、ストレート全張りでいい、ストレート全張り。シンキングファスト OK、 打てる。スライダーの変化量がちょっと大きめ、ストレート全張り。いやーマジか、いやマジか、このワンアウトでかい。杉谷さん頼む、本当に打ってお願い、ここ一番、ここはしっかり打っていただきたいところ。うわ最後まで打てなかった。ちょっと待って、これはもうダイソーです。あ、ダイソーじゃない、代打です。イチローさん、レッツゴーイチロー。やばい、もう2アウトだから本当に。オッケー、いいよいいよいいよ、よいしょ。うー、あぶね、今の絶対フェアゾーン入ってたらアウトのパターン。あータイミングずらされた。うわーめっちゃ今日の試合時間長かったなこれ。いやーでもまあ最後ね、いや最後ちょっと打てなかったな、いや最後打てなかったわ、最後杉谷さんで打てなかったけど、杉谷さん本当に14年間日本ハムのためにありがとうございました。鎌ヶ谷でも生でね、すぐそこを通ってるところも見たし、記憶に残る選手でした。まあ多分テレビとかで杉谷さんとかを見れる機会は増えると思うんで、そこでねまた応援したいなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。